アーネスト・ボーグラインはアメリカ合衆国の俳優である。コネチカット州出身で母親は貴族家系で両親ともにイタリア系である。高校卒業後にアメリカ海軍へ入隊して一時除隊になるも第二次世界大戦勃発で再度従軍し、1945年まで軍人として生活している。後に演劇学校で学び、1949年に ブロードウェイで1951年に映画へデビューし、生涯で200本近い作品に出演している。地上より永遠にの軍装役などで風貌を活かして粗暴な役を多く、務めるも、1955年にパーティでアカデミー主演男優賞を受賞するなど渋い、演技もこなす。1969年にワイルドバンチで渋い味のある盗賊役。 1972年にポセイドンアドベンチャーでジーン・ハックマンが演ずる聖職者と常に対立しながらも絶望的な事態から生還する男を演じた超音速攻撃ヘリエアウルフで主人公ホークを補佐するドミニク役など1980年代以降は主にテレビ番組で活躍している1975年に中米エルサルバドルの首都サンサルバドルで開催された ミスユニバース世界大会で審査員を務めている。5回結婚している。最初の結婚は従軍中の1949年で、娘が一人生まれているが1958年に離婚。1959年に女優のケティ・フラドと再婚し1963年に離婚。翌年女優のエセル・マーマンと再婚するも、実質的な結婚生活は38日しか。 持たなかった。1965年に再び結婚し、息子一人と娘二人を設けるが1972年に離婚。1973年にノルウェー人実業家の女性と再婚し、亡くなるまで一緒であった。2012年7月8日、カリフォルニア州ロサンゼルスで人不全により死去。95歳をつ。ありがとうございます。